ごきげんよう、アスママです。今回はスピード重視で簡単なレビューです。後日アレンジやルーティンなども交えてアップしますので、チャンネル登録もお願いします。レシート順にご紹介します。 Go Good オーツラテ 200ml が24本977円です。末尾77円のお買い得品です。前回は1977円で安くなったと喜んで買いましたが、さらに賞味期限が迫っているため安くなりました。通常は2598円でした。1本あたりは 40.7 円。 Go Good はコカ・コーラカンパニーのブランドです。製造所は分かりませんが国産、賞味期限は4月27日です。約1ヶ月です。アイリスフーズ低温製法米無洗米宮城原産一目惚れ 10kg 3099円から300円オフです。パスポート掲載品です。賞味期限は来年の2月です。購入日より約11ヶ月です。真空パックなので長持ちです。シルコットウェットティッシュ1828円から300円オフです。メルマガ掲載品でオフは3月26日までです。本体が1個と詰め替えが14個、合計675枚、1枚あたりは 2.26 円。ちなみにアルコールタイプの 99.99% 除菌ウェットティッシュは720枚入りで1958円です。ジップロックコンテナバラエティパック24組、1998円から400円オフです。メルマガ掲載品です。韓国製です。スーパーやホームセンターのアメリカ製だったかな。蓋が合わなくてイライラしたので今はこれで統一しています。ちなみにスクリュータイプは倒しちゃダメですよ、漏れます。アイリスフーズ富士山の強炭酸水 500ml が24本、899円から200円オフです。メルマガ掲載品です。ラベルレスになったので捨てるのは楽になりましたが、ストッカーがラベルレスのドリンクだらけで分かりにくくなりました。賞味期限は9月2日です。約5ヶ月です。チリ産骨取り銀鮭フィレ食塩不使用 100g あたり258円で2694円です。加工日が昨日なので迷いましたが買いました。消費期限は明日です。アトランティックサーモンとは別物です。加熱して食べます。キンパ3本セット1388円です。本庁で有名なオーフードの商品です。牛プルコギキンパ、キムチダッカルビキンパ、オリジナルキンパが1本ずつのセットです。オリジナルキンパを試食させていただきました。国内製造です。賞味期限は一番短いのがキムチで来年の1月です。冷凍です。電子レンジで調理します。自然解凍、冷蔵庫解凍は不可です。牛豚合いびき肉赤身 80% 100g あたり129円、2537円です。解凍なので調理してから冷凍します。加工日は今日、消費期限は明日です。カークランドシグネチャーのエビフライ 1.13kg 入り3558円から650円オフです。冷凍です。大晦日にご紹介したのは天ぷらで、これはフライです。原産国はタイ、賞味期限は来年の1月です。約9ヶ月です。花王キュキュットクリア除菌 1500ml 369円です。前回は538円から100円オフで買ったので、安い理由は分かりませんが皆さん買ってましたし、私もね買っときました。ちなみにオレンジも369円です。デルモンテのバナナ 1.36kg 328円です。ガテマラさんです。今回は8本です。マーブルシュレッドチーズ 1kg 1280円です。中身はナチュラルチーズとしか書いてありませんが、オランダ産ゴーダチーズとアメリカ産レッドチェダーです。賞味期限は5月30日です。約2ヶ月です。ミネオラオレンジ 2.2kg 1298円です。タンジェリンとグレープフルーツの交配種だそうです。白縫いのように頭が飛び出しているのが特徴的です。試食して美味しかったので買いました。アメリカ産です。14個入りです。
5色のエビのマヨソース 220g が3パック入り766円です。通常は1138円、賞味期限が短いためのお買い得品です。エビはインドネシア産、製造は青森です。賞味期限は3月27日です。3日後ですけれども、この週末に食べちゃえば問題ないですよね。カマンベールアヒージョ2380円です。デリカコーナーの新商品です。火曜日に主人が見つけて食べたがってましたので、高いけど渋々買いました。カマンベールが2つも入っているので仕方ないですね。加工日は昨日、消費期限は明日です。ナッツ&ベリーブレッド1380円から400円オフです。加工日は今日、消費期限は明後日です。桜マイネームツイン10本818円から160円オフです。メルマガ掲載品でオフは4月2日までです。文房具は毎年春休みと夏休みに安くなります。たくさんあると子供が雑に使うのでよろしくないんですけれどもね、これは私も使うので買いました。カルビーのフルグラ 1200g 入り1048円から210円オフです。製造は栃木県、賞味期限は10月2日です。約6ヶ月です。卵10個入りが2パック565円です。高値更新です。選別包装は千葉県、賞味期限は4月3日です。10日間ですね。今日のケーキコーナーは先週と同じ顔ぶれです。ペアピーチ&ブラックカラントタルト2598円から600円オフ、グレープフルーツヨーグルトパンナコッタ1798円、イタリアンティラミス2198円、ストロベリーチーズクリームケーキ2580円、定番のトリプルチーズタルト1580円です。チョコレートコーナーは引き続きイースターチョコや人気のトリュフが末尾77円祭りでした。リンツリンドールも1980円だったかな、安くなってました。今回気になった商品はこちら、レッドブルバラエティパック 250ml が12本で1698円です。レッドエディションだけ試飲させていただきました。イエローエディションはトロピカルフルーツ味で、レッドエディションはローズヒップ味ってマネキンさんが言ってたんですけれども、そこまで酸味はなくていちご味のような気がしました。美味しかったんですけれども、エナジードリンクはあまり飲まないので買ってません。毎週金曜日に購入したものをご紹介しています。詳しいレビュー編は随時アップしますので、チャンネル登録をお願いします。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。